お疲れちゃんですラットレセ。今回はですね、三次詩久しぶりにね、三次詩を使ってやろうと思うんですけども、こちらのね、フリーズゴボリが入っている三次詩で、ちょっとね変わってるなと思うかもしれないですけど、ちょっとねこの複雑な形の三次詩を使うと思うんですけど、これがですね、前このゴボリの枠をババコヤ、なんかババコヤ三次詩が結構流行ってた時、僕がすごい愛用してた時期があったんですけど、今陸の施設といったらゴボリがね圧倒的に流行ってるというか、強いんでね、そのババコヤをゴボリにね、ババコヤの上位互換みたいのがありますね。ゴボリはコストが軽くて、しかも結構な働きをするんで、なんでババコヤねゴボリに変えたこちらね、フリーズ三次詩でやっていこうかなと思います。でフリーズいらんくねーってなるかもなんですけど、フリーズがあることによっても世界変わりますね。なんか僕が多分フリーズ好きなのもあるんですけど、スケラフリーズとかなんかのフリーズとかよく使うんで、今日はね三重詩フリーズでやっていきたいなと思います。はい、というわけで、エリポンがないんでね、そこだけなんかちょっと違うかもなんですけど、なんで三重詩に普通にファイブとか打たれたりするんで、逆に三詩にスペル打たれたらホバリングとかそういう周りがね生きてくる感じになってます。うまっ、このベビードロ、俺のデッキを知っているかのようなベビードロが来ましたね。でベビードラユーノってことはペッカラムかな、工場だったんで、ペッカ工場ですねのベビードラ版だと思いますね。なんでこういうホバリングとかの残りに工場つけて、コウモリも追加してね、ビビドラ咲いてたんでね。でここはなんだ、何で防止してくるんだろう。ここのホバーが頭相手めっちゃ厄介なんですよ。でこれだけでペッカが結構解けるんで、これがすごいでかいですね、ホバリングの良さですね。よいしょ、これ後ろ下げて、エレキがちょっと厄介な感じにはなりますね。でこれゴボリが強いですね。ババコヤとかだったらこれ今の間に合わないんで、ゴボリだからこその結構攻めれますね。フリーズはいつ使うのってなるんですけど、相手がフリーズを持ってるの知らないんで、まだなんだろう、三振とかユニットも今攻める時だっていう時にね、今決めたいっていう時に相手がペッカとかなんか出てくると思うんですよ。そういう時に別なんで、もう決めたいっていう時ですね。なので中途半端な攻撃の時にはフリーズを使わない感じですね。なんでもう決めきりたい時にフリーズを使っていきます。相手のスペルが何だったっけ、ポイズンかライトか忘れたんですけど、まだ何も打たれてないかな。多分ペッカ工事だったらポイズンですね。はい、ポイズンで、ここいうの付け足して、本当は右側攻めたいんでね、じゃあ右攻めます。よいしょ、コウモリで回して、でこれ多分こういうペッカですね。こういうところでフリーズをしてキーンってしていきたいですね。なんですけど、まだ待とうかなっていうまだ待ちます。じっくり行きたいと思いますね。後ろ三振したらまたポイズン2体の方に打たれるんですけど、それはね、別にこっちのターンは全然ダメージ受けていいし、三振でポイズン打たれるのも別にって感じですね。これまた同じ攻めになっちゃいますけど、よいしょ、危ない。よいしょ、このペッカ美味しいですね、マジで。ほぼほぼ溶かせると思いますね。ホバリングも活躍してますし。で、ホバが死んでた。ホバ生きてると思ってましたね。で、ゴボリは正直防衛で取っておきたいんで、工場も攻めに取っておきたいんですけど、一回、工場消します。悩みですね。また三振出したら同じ流れが続いちゃうんで、ここで一回三振を出さずに、ちょっとね、ホバリングとか出したりして、ちょっと流れを変えていきますね。相手もどうしようってなってるというか、落ちたかなこれ。あれ？え？なんでやねん。フリーズ、一回も使わずにっていう。ちょっとね。これは YouTuber 殺しなんですけど、美味しくいただいておこうかなと思います。というわけで、今の農家でね、今から3戦ほど行きたいですね。よろしく。で、結構フリーズ隠してたんで、またペック来た時に、フリーズ固めてしまえば工場の突進も入るし、
ペッカも凍ってるんですぐペッカ溶かせるしみたいな。大体7個するだからペッカは一瞬で溶かしてワンパンできますね。なんでフリーズを使うタイミングすごい大事になってきますね。相手のデッキが分かんないですね。めっちゃ待ってくるんで、まあタルババでも転がしてメーガー5、まあまあまあメーガー5、タルババとメーガー5。あーこれ受けたかったですね、言うので。でもこのコームに言うのつけたんで、まあしょうがないですね。これはしょうがない。ハンターメガゴ、あーなんでゴブジャイスパッキーですね。多分これゴブジャイスパッキーなんで、でもこのホバーが多分相手はハンターとメガゴ咲いてるんでだるいと思いますね。ダックピリかな。でこれ残ってらメガゴが回るから、メガゴが相手ギリ回るかぐらいで、これ多分メガゴ出てくると思います。出てこない。これ雪玉が飛んで、はい。まあでもこのゴボウリがね、やっぱ防衛で硬いんで、これいいですね。で、まあ、3子はライトニングなんで、多分スパーキーは固めたいんですよね。固めたい、平石にしたい。なんですが固めたら固めたで、あのスパーキーにバーンって持ってかれちゃうんで、まあ、そこをフリーズで一気に固めるっていうのはありなんですけど、まあ、なかなかちょっと難しいですね。なんで、まあ、まだ序盤はあの3子はねちょっとセパレートしてやっていきたいかな。でスパーキー出た逆サイを攻めるイメージでやっていきたいですね。あ、これ美味しい。これは、あ、ほぼ殴ってるか。タワーに今殴られてないと思ってたんで、ギリギリで端前工場を追加してやろうと思いましたんですけど、よいしょー、これチャンスですね、結構。これ U の付け出して、絶対苦しいっすね、相手。絶対苦しいんで、ホバリングも追加して、あー、追加せずにフリーズとかでもいけましたね。でも、まあまあ、全く入んないっすね。全く入んない。やばいやばいけど、言うて流れ的には悪くないですね。問題はここですね。問題はここなんですけど、ちょっと防衛したいんで固めて、ライトニング打たれるかもなんで、コジョバ出して、でこのコジョバは生贄ですね。で一回ゴボウリに打たして、スパーキー。あ、やばいやばいやばい。痛い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 。危ない危ない。危ない危ない。やばい。これ2体、このマスケ2体はすごい大事なんでね。本当はユニフォの突進とか今できたら、よかったんですけど、で、これダックプリで受けられますね。多分。嘘ついた。まあまあまあ。まあ、お互いね、お互いダメが通んない感じですね。これは、スパーキー咲いたんで逆サイを攻めます。で、もう一個追加大事ですね、これ。よいしょ。この言うのがでかいですね。で、ここダメージ入る。そしたら、ここを楽に。まあ、メガオぐらいかな。先にチャッチ殴ってくれれば。あはこれは、ややおまずい。ややおまずいですね。ややおまずい。あの、ゴボリが強いんですけど、スパーキーに。OK。このゴボリが優秀か?言うのもいるんで、OK。OK。ふぅ、ここですね。これ、マジで、むずいっすね、ここ。三子出したいけど、出したいけどみたいなとこあります。あ、これはね、あの、振り使ってもいいんすけど、使わずにこれ守れそうですね。で、これカウンター行きたいですね。これあの、結構チャンスですね。もう一個ぐらい、相手のメガゴが厄介なんですけど、まあまあまあ、いい攻めですね。結構まだフリーズで僕咲いてないですよね。一回も咲いてないんで、ここで、行きますか。で、これはダメ稼ぎのタルババで、ちょっとぐらいダメ受けてもいいですね。そっちにライトニング使ったらこっちに工場ババ出すんですけど、ワンチャンスパーキー来ないかな。スパーキー来たらもうチャンス。来ないですね。でもライトニング打ったんですね。で、雪玉も咲いたんでコウモリ追加して、で、タルババも追加してあげて、あー、フリーズ来て、俺も。来てメガゴっすね。来てメガゴで陸がない。あ、表面コストはないですね、相手。これ陸がもう入りますね。よいしょ。フリーズ使ってないんですけども。フリーズ使ってないんですけども。まあ。こういうのはフリーズ大事ですから、マジで。フリーズなしでも、強いんですけどね。フリーズを、取っとけましたね。取っとかなくてもいいんですけど。フリーズ使ったら多分、スパーキー困った時にね、フリーズ防衛もできますし、攻めでもね、なんか、今だって時に使えるんでね、ちょっと、もう一回、ちょっと使いたいですね、フリーズを。
フリーズの定はなくても強い。なくても強いけど、あっても多分強いと思うんで、ここはコウモリ追加は、ちょっと、エレキでズシャンとかされるのが嫌なんで、しませんでしたね。ここボールを置いて、基本5ボールで守れますね。コウモリ出したらエレキがビビ来て、ここで防衛して、はい、これロイをできるだけ溶かしたいですね。よいしょ。ゴボウリが出てきた時はライトニング打ちやすいんですけど、ゴボウリがあの檻のままの時は意外と相手ライトニング打ちにくいんで、こうゴボウリ置いてる間にできるだけ溶かしたいですね。これ微妙にね、残ったホバとかが多分厄介だと思うんで、エレキがまあ落ちてくるかな。エレキ使ったっけ、使ってない。はい、まあまあまあ、ロイジェイは基本ゴボウリプラス、まあホバコウモリとかまた 3C でも守れますね。これすることないんで、後ろ三子セパか、まあ、逆サイ工場で、まあ、相手にユニット引き出すぐらいですかね。よいしょ。これまだコウモリ合わせて、ケツ三子した瞬間の端前ロイランバがやっぱ怖いんで、僕はちょっと一回まだ待ちますね。ゴブオリ置いてたら逆に端前ロイ来てもそんなね、そこまで怖くないんでね。おこれは3指針出します。で、これ、あれですね。ここで、今、ここの状態に3体ライトニング打たれちゃうんですよね。それだけ、うん !OK。ユーノがバイバイになったんですけど、ユーノぐらいはね。で、もしベビーとか出されたら、マスケ2体タゲ取っちゃうんで、タルババ早めに転がして、このマスケをね、タゲ取っていきます。で、追加ですね。これワンチャン、エレキか。エレキズシャン。エレキ裂いたら、このコウモリとかもだるいと思うんですけど。よいしょ。いや、もういいですね。もう、勝ち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 ですね。フリーズ打ってもいいんですよね。これ、落とすならフリーズ、もう打たなくても落ちるっていう。さっきからフリーズ使いたいんですけどね。フリーズ使いたいんですけど、フリーズ使わなくてもなんか、このデッキ強いっていう。1枚余らせて勝てるっていう、なんか、えぐいデッキですね。さては、これ。これまあライトニングでディンディンディン来ると思うんで、工場出して。よいしょ。まあ来なかったら来なかったですね、別に。よいしょ。飛来進して、もう勝手にゴボリカウンターですね。このゴボリが強い。よいしょ。今エレキぐらいかな。ベビーか。まあ、こう攻めるときに絶対三重心2体のここにユニットが出てくるんで、ここにフリーズなんか出る読みで、ここにフリーズパッキンとかしてもいいですね。はい。やっぱフリーズいるっていう。でも、大事です。本当に、本当に。正直じゃあ、ポイズンとかでもいいかもです。正直ね、もしかしたら、ポイズンとかでもいいかもしれない。知りたいんですけど、この形がまあ強いんでね。フリーズ。まあ、雪玉でもいいのかな。でも、僕的には、ちょっとフリーズですね。圧倒的。もう、どんな状況でも覆せるっていうのがフリーズだと思ってるんで、僕。大ピンチから一気に大逆転とかもできると思ってるんで、まあ、フリーズはね、大事ですね。相手は、これは無糖墓石だったら、まあ、アイスウィズトルネの、まあ、遅延型、相手のユニットを遅らせる系の、まあ、ディガポイかスケラの二択だと思いますね。ディガポイかスケラ。ディガポイかスケラさ、どっちかわかんないんですけど、で、今相手はこれ、ポイズン咲きましたね。咲いたんで。刺しちゃおう。もう多分これだけで相手はすることなくて、ケツからベビーか、おお、なんか暇になると思うんですよね。ここは、工場つけたいですね。工場つけたいですけど、一回待って、一回微妙に待って、ベビドラ処理してから工場。よいしょ。よいしょ。じゃあもうクリスソース。タルババ、あ、これ言うのが、アイスイズに飛ぶ。ベビー。あ、けど、なんかけどめっちゃいいっすね。アドが。まあ多分三重子自体が多分相手ディガポイですね。ディガなんで。スケラだったらディガ入ってないんで、遅延のアイスイズムとベビドラ、ディガポイですね。結構多分相性がいいんじゃないかなと思いますね。まあでも、三子出した瞬間に逆サイムートディガーとかされて、なんかね、端前止めれなくてみたいなのが怖いですね、唯一。しっかりゴボウリ置いて、これですね。このベビドラがちょっと厄介なんですよね。よいしょ。これベビドラが
レベルがちょっと厄介ですね。ここはユーナ、あ、これポイズン取れますね。この 3C は毎回多分出すたびに毎回トルネポイズンされて7コストで処理されるんで、トルネを相手にどうにか咲かせて、まあ、工場、ホバ、コウモリとかでどうにかトルネを咲かせてから三次展開したいですね。そうすると三次しかセパになるんで、一体側はちょっとは活躍するっていうのができますね。どうにかトルネを咲かせるっていうやっていきたいですね。まあむずいんですけどね。あ、でもここでポイントに使ってくれると超美味しいですね。ワンチャン逆サイとか全部に持っていかれますね、これ。おい、怖い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 。もうできるだけね、3試合目します。で、しっかり右に振って、まあ墓石で受けられちゃうんですね、墓石で。なんで、よいしょ。これ多分追加したらきついと思いますね、陸が。陸がきついと思うんで。あー、フリースがいつ使おうかなと思って見てますね、僕は。で、これは右側ダメージ受けてないから、まあ微妙に許容して、このホバがだるいでしょっていうやつですね。で、また3子展開して、まあトルネポイズンされますね、これは。で、これポイズン打たれるんで、この瞬間ぐらいに工場とか飛ばしとくと、相手はポイズンちょっと打ちにくいっていう。余裕で打たれたわ。余裕で打たれましたね。これちょっとやばいですね。始まりムートからのディガーが来て、ちょっと怖いぐらい。まあ来ない。まあ僕のリードに変わりはないんですけど、やっぱあの墓石がちょっと硬いですね。けど、このゴボリが、ゴボリも硬い。でもゴボリがムートを止めてくれますね。はい。で、工場は飛ばすだけエリアド取られて、三振も出すだけエリアド取られちゃうんで、ちょっとどうにか流れを変えたいですね。ホパとかを 3C 出さずにずっとこう立ち回ることも多分できますね。周りが軽いんで。で、こうしていくと結構相手がホバリングとかにポイズン打ってくれるタイミングが出るかもなんで、それをできるだけ待ちたいですね。トルネを使ってくれる。それまでしっかり待って待って、よいしょ。待って待って待ってね。あのタイミングをね、しっかり狙っていきたいと思いますね。これちょっとあの、このホバリング延命ですね。で、ゴボリカウンターになるし、このまま右も攻めるっていう。これ墓石かな？で、ホバが、いや、いい受けするな、なんか相手。で、多分陸がちょっときついんじゃないかっていうので、ユーナ咲いて、あはー。なにワンチャンこういうところにフリーズしたいですね。まあまあ、めっちゃいい防衛してきます。相手多分もう勝とうとしてないですね。相手は多分もう引き分けを狙ってるタイプだと思うんで。僕も一回流れをどうにか変えたいですね。これ 3C、あ、これ逆サイ取りにされるかも。やばい。あ、これやばい、これやばい。待って、あ、終わった、やばい、待って。危ない。ギリたい。あの、これですね。これ、あ、やばい、ポイズンで終わる。これさえ、あ、待って。ぼーっとしてたかも。やばい。あー、待って。あの、そうです。あの、こう 3C を出したときに、逆サイムートからの、だから普通にムートからの逆サイにね、トルネ3体やってこう負けるっていうね、パターンが多分よくあります。よくありますというか、3子を使うとか使われる相手からしたらこれしか勝ち方がないんですよね。だから僕は唯一の負け筋を今やっちゃったって感じですね。なんで、これムートで結構削ってくる、まあ、相手がもしスケラでもですね、今のはちょっとよろしくない3子でしたね。はい。なんでもう普通に3子出さずにずっと回して相手がトルネコポイズン使ったらまたホバ出す、あの3子出すとかでよかったかなと思います。いやー、待って、めちゃくちゃ悔しいんですけど、はい。まあ今日はこんな感じで、フリーズいらねえじゃんみたいなのがあるんですけど、そこはいります。気持ち大事です。というわけで、こちらね、ぜひ皆さん使ってみてください。というわけで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ではバイバイ。